こんにちは。歴ショックです。今回は、藤原道綱の娘で、いとこの秋子に女房として仕えた、宰相の君の生涯について紹介します。宰相の君は、他の女房に比べて比較的紫式部と年が近く、式部とは気楽に話せる間柄で、女房としての能力も高かったことから、式部は理想的な高級女房として宰相の君を見ていました。一方で、当時の道綱は、道長の兄弟とはいえど別家の人間だったことから、宰相の君を取り込むことで、道綱一家を真の身内として取り込みたい道長や、皇宮内で自分の勢力を拡大したい苫子の思惑もあり、宰相の君は、新参の女房ながら、破格の待遇を受けることとなります。もともとは戦士の女房ながら、大納言の君と並んで、苫子に忠実な女房の代表格となった宰相の君は、御一条天皇を目の盾として支え、即位後は高級の旅館のトップにまで上り詰めるなど、道長の栄華を高級から支える役割を果たしました。今回は、単に紫式部と仲が良かっただけではない、道長と道綱の微妙な関係、正史から苫子へと高級の権力者が入れ替わっていく様子を体現する存在でもある、宰相の君の生涯について紹介します。道長、苫子の絶大な期待を受けて、秋子の女房に。宰相の君の出自。藤原の豊子の名も持つ宰相の君は、青年、生母は分かっていませんが、藤原の道綱を父に生まれたことだけは確かで、道綱の長女と見られており、後に仕える秋子とは父方のいとこの関係にあたります。父の道綱は、苫子の同母妹を妻とし、二人の間には、道綱が45歳の時の千年に、後に道長の養子とされる兼常が生まれています。道綱の正妻となった苫子同母妹は、兼常出産後、ほどなくして亡くなっていますが、その後も道綱は、苫子やその母、睦子と親しく交流し、関係を持ち続けているため、宰相の君も、秋子とは単なる父方のいとこ以上の関係を持つことになります。もっとも、宰相の君は、990年代から女房として活動している形跡があるため、987年の道長と苫子の結婚以降に道綱と結婚したであろう、苫子の妹の子である可能性はないでしょう。宰相の君の生まれは、道綱と苫子妹の結婚よりもずっと早く、道綱が20代の970年代あたりではないかと推測されています。また、宰相の君の女房としての最初の出仕先は、秋子ではなく、女院戦士だった可能性が高いとされます。その根拠の一つが、映画物語の記述ではあるものの、後年、秋子の第一子、御一条天皇が設けた二人の皇女を見て、宰相の君が、一条天皇の第二皇女、よし子内親王よりもさらに可愛いと語っていることです。よし子内親王は、貞子の死後、戦士に養育されており、宰相の君がよし子内親王を見ていたならば、たまたま戦士の元を訪れてみたというよりも、戦士に仕える中で日頃から世話をしていた可能性の方が高いでしょう。加えて、紫式部日記にも記される宰相の君という女房名自体、三儀道綱の娘という意味であり、991年の道綱の三儀就任から996年の中納言昇進までの間に宰相の君が女房として初出仕し、その後も宰相の君の名を用い続けたことを意味します。おそらく1001年の年末に戦士が亡くなるまでは戦士に仕え、戦士の死後秋子に仕えるようになった。少なくとも戦士が1000年年末の貞子の死後、よし子内親王を引き取るまでは仕えていたと推測されます。また、宰相の君は、時期は不明ながら、ある程度年上だったとされる、頭領僧の大江の清道と結婚し、息子、貞常を設けています。ですが、仮に宰相の君の母がかなり低い身分の女性だったとしても、大納言の道綱の娘が頭領階級と結婚するというのは、母親の身分が特に大事なこの時代でも不釣り合いで、宰相の君は、夫に先立たれた末の再婚だったとする説もあるくらいです。この身分違いの結婚が成立した背景の一つとして、大江の清道が、道長が物意味で身を寄せるほど信頼される、腹心の軽視だったことが挙げられ、道長方から道綱への要請の結果、この結婚が実現したと考えられています。大江の清道は、元は貞子に中宮の助として仕えていましたが、秋子の中宮立皇嗣に秋子の中宮の助に転じており、
その後、長きにわたって晶子に仕えています。最小の君は、紫式部日記が描く、古参感のない慣れない所作から、晶子入内直後から仕えていた古参女房ではなく、1005年の年末に出仕した式部より後に出仕した可能性すら完全には否定できない、比較的新参の女房だった可能性があるとされます。そこから、政治の生前から、最小の君の取り込み、及び道綱とのさらなる関係強化を図り、道長、智子夫妻が頼み込んで、大江の清道との結婚が実現したのではという推論がなされています。そして、晶子への出仕も、道長ではなく、智子の強い要請で実現した可能性が高いとされます。999年に入内した晶子を支える女房衆は、すべて聖母の智子が差配できたわけではなく、智子に対しても、受産身の位階が与えられ自由に参内できるように動いた、女院政治の影響を強く受けていました。政治自身、智子への悪意はなく、純粋に弟を支えるために、自分の影響が及ぶ人物を晶子の元に送っただけと見られますが、これが結果として、皇宮において智子の影響力が阻まれる事態を招いています。政治は、道長のもう一人の妻、源明氏の親代わりで、第五源氏一族にも影響力を持っており、女房衆トップの宮の千次や、後に紫式部と一悶着を起こす馬の中将の君などは第五源氏一族であり、戦士、名士つながりでの出仕です。女房三役のうち、内侍を務める立花の晶子も、政治女房から晶子女房に転任した人物で、智子の姪、大納言の君が務める三重殿の別当以外の役職が、戦士、名士型女房に占められているという状況でした。智子は、特に戦士の死後、皇宮での自分の影響力を高めようと、縁者を次々と送り込んでおり、最小の君の晶子への出仕もその一環でした。智子の影響力が本格的に拡大するのは、晶子の出産後で、それまでは、大納言の君、小少将の君姉妹が智子型女房の中心でしたが、大納言の君はともかく、紫式部も心配するほど、引っ込み思案な性格だった小少将の君などは、あまり戦力になっていなかったと見られます。そんな状況下、現役大納言を父に持ち、政治への出仕経験もある最小の君は、亡き中納言、源惟忠を父に持つ宮の千次、女房経験の長い立花の晶子ら、女房衆トップの面々と張り合える逸材で、晶子のいとこという血縁もあり、智子にとってはぜひとも獲得したい人物でした。ですが、智子とは直接の血縁がない最小の君は、政治女房という出自もあり、むしろ明治型女房と近しい関係で、智子にとっては好ましくない女房になる可能性も十分ありました。そもそも、道綱自身、道長と兄弟として協調してはいるものの、親従しているわけではない完全に別の家の貴族で、三条天皇の時代には、藤原実助や高家と並んで、道長への反抗勢力と噂されたほどで、身内の乏しい道長にとっては、自陣営に引き止める努力をしなければいけない存在でした。道長、智子にとって、絶対に成功させなければいけなかった、最小の君の晶子への出仕のために、現場で動いた人物こそが紫式部で、式部は、小少将の君たちとは少し違った交流を、最小の君と繰り広げていくこととなるのです。道綱一家の身内化の象徴として、晶子のそばで仕える。出仕後の最小の君の活躍。紫式部日記に登場する女房の名前で、一番多いのが最小の君で、小少将の君、大納言の君と続いており、最小の君と式部は、特に仲が良かったことが伺えます。ですが、紫式部日記は、日々あったことをほとんど余すことなく記録していく小遊記などとは違い、式部が明確ないと思って、日々の出来事を取捨選択しており、最小の君の登場回数が多いからといって、式部と一番関わりが深かった人物と断定はできません。事実、大納言の君、小少将の君とは和歌の贈答をしたり悩みを語ったりと、深い交流が見える一方で、最小の君とは歌の贈答は一切なく、記述も外見に関するものが多数を占めています。ここから、紫式部日記は、晶子の出産記録としてだけでなく、最小の君を晶子の身内女房として位置づけ、世間に示す意味も有していたとみられ、道長だけでなく、智子の要請も受けての執筆だった可能性もあります。
もっとも、式部にとっては、一回り近く年下の女房たちがほとんどを占める空間で、最小の君は、年下といえど年は近い方であり、出自は高いながら、出資時期が近かったこともあって、気楽に過ごせる相手であり、決してビジネス上の付き合いではない、真に仲の良い同僚だったことは確かです。式部との仲の良さを示すエピソードはいくつもあり、つぼねの中で一人昼寝をしている最小の君を見つけ、式部はつぼねの中に侵入し、間近で顔を見て、まるで物語のヒロインみたいと感じ、顔を隠している衣を取り払おうとまでしたという、同僚の関係を超えたものまであります。途中で起きた最小の君は、頭がおかしいのではと怒るも、式部は、あからめた顔も美しいと日記に記す始末でした。日記に重点的に記す方針もありましたが、式部は、最小の君の服装のセンス、着こなしをよく褒めており、大納言の娘としていいものを着ているのはもはや当たり前で、色の選び方、縫い方に至るまで、センスの良さを褒めています。最小の君自身も、服装のセンスには自信があったようで、宴の席で、服装のセンスの悪い女房が苦行の応対をしたとして、自分の方がセンスが良いと言わんばかりに悔しがるほどでした。もっとも、元来批判的な式部は、この時の最小の君の様子については、最小の君の身分が高く、いろんな種類の衣を着れるだけと、センスが悪いとされた女房の肩を持っており、最小の君を全肯定しているわけではありませんでした。最小の君は、初めての出産に臨む秋子を支える身内として、特に期待されており、式部も、秋子のために奔走する女房の中でも、特に最小の君のことについて、重点的に記しています。いよいよ秋子が出産の時を迎えると、大人数では秋子の負担になると、ほとんどの女房は三女の間から遠ざけられますが、最小の君は、主要女房の中で唯一、智子と共に三女に控えていました。出産経験の有無という違いもあるかもしれませんが、この時点で、最小の君は、同じ秋子のいとこの大納言の君、智子の母の代から仕える最古三女房、大夫の妙部などよりも、新参ながら上の立場に位置したことになります。秋子はともかく、智子は、最小の君とは直接の血のつながりはなく、出産という一大事においては、実の姪の大納言の君の方が、そばにいる人間としては都合が良かったはずです。それでも、最小の君を別格の女房として扱うことは、最小の君を、名刺型女房としてではなく、自分の影響下に置きたい智子の意向と、道綱家を身内として取り込んでおきたい道長の思惑の表れでした。そして式部は、秋子の出産を記録するとともに、最小の君が秋子のそば近くで尽くす様子を記すことで、道綱家が道長家の栄華を身内として支えていたことを後世まで伝える役目を果たすこととなりました。秋子の出産は初産ゆえかすんなりとはいかず、多くの層が祈祷し、秋子から移ったもののけが重複されていく、まるで戦場のような状況で、女房たちは化粧も落ちるほど泣き、最小の君も誰だかわからなくなるほど化粧が落ちていたといいます。厚平親王誕生後は、最小の君は、迎え湯の役を務める大納言の君とペアを組んで、産湯を使わせる役を務めています。以下の二の宴では、大納言の君が厚平親王の媒前役を務める一方で、最小の君は秋子の媒前役を務めており、秋子のいとこ二人が中宮と王子を支えるという、智子が理想としたであろう体制が完成していました。また、この日、最小の君にとってはママ娘にあたる、大江の清道の娘、翔の乳母が、新たに厚平親王の乳母に選ばれています。さらに、紫式部日記には一切記述がないものの、最小の君自身も、時期は不明ながら、厚平親王の乳母に就任していました。最小の君自身が授乳していた可能性もありますが、おそらく、翔の乳母が授乳を担当し、最小の君はママ母として、身分の低い翔の乳母を貢献するとともに、自身は厚平親王の教育係としてそばで仕えたのだろうと推測されています。厚平親王を支える第一の女房と言ってもいい存在になった最小の君でしたが、式部との仲は変わらずで、宴の時間になると、乱痴気騒ぎを繰り広げる苦行たちから逃げるため、二人で秋子の未頂戴の後ろに隠れていました。ところが、そこに道長がやってきて、二人に歌を読ませようと強引に絡むも、式部が読んだ歌に道長は満足し、自分も歌を返し、
ここから、トモクを怒らせる一言へと続いていったため、最小の君は歌を読まずじまいになっています。アキコが代理へ帰る際の女房の車順では、トモコ、厚平新郎と同車した二号車のママ娘、翔の目元は覗き、最小の君は、宮の千字に次ぐ二番手で、大納言の君と同列、女房三役の立花の大木子よりも序列が上となっていました。こうして、新参ながら秋子の女房衆の中でもトップクラスの地位に上った最小の君は、やがて時代を代表する高級女房へと成長していくこととなるのです。ご一条天皇を生まれてから崩御するまで支え続ける。最小の君の栄達。式部は、出自の高い秋子の女房たちを、応対も満足にできないと非難していますが、最小の君は例外で、式部も満足するほどの多様を見せていました。それが、中宮大部、忠信との法要での会話の場面で、同席していた道長が秋子の元へ参じている間、忠信と最小の君、式部の三人になったものの、最小の君は、秋子の御前ゆえに、砕けすぎないよう気をつけながら、忠信も満足する風情ある会話を交わし、式部を感心させています。最小の君は、秋子の第二子、厚長親王誕生の際も産湯を使わせる役を担っており、さらに、厚平親王に続いて、弟宮の乳母も務めることとなりました。この頃から、皇宮における智子の影響力が格段に増していっており、親王の乳母に自身の乳母を次々と入れ、そのうちの一人、藤原の義子は、政治女房出身の立花の大木子の後任として内侍になるほどでした。最小の君は、こうした智子の権力掌握の第一歩となる存在であり、一条天皇の上位に伴い、厚平親王が皇太子となると、東宮専事として女房衆のトップになった大納言の君と並んで、厚平親王の乳母として重きを成していきました。乳母として仕えていた厚平親王が、1016年に8歳で即位すると、2年後の1018年には、皇宮の実質的トップで、女房としての最高職である内侍助に就任し、常にご一条天皇のそばで仕える立場になりました。1023年には従三位まで上り、東三位と呼ばれたほか、息子嵯峨常が美作の神になっていたことから美作三位とも呼ばれ、女房として、官位、役職ともに最高の地位まで上り詰めます。この間の1020年10月には、父の道綱が亡くなっていますが、道綱危篤の知らせを受けた最小の君は、天皇が汚れに触れてはいけないと、すぐに代理を退出したと記録があり、父を看取ったものとみられます。最小の君は、ご一条天皇、厚長親王の兄弟と次々とつながる道長一族とも関わりを持ち、ご一条天皇に従代した、道長と智子の三女、竹子の立皇嗣には、竹子の媒前役を務めています。皇太子の厚長親王に従代予定の、三条天皇と道長次女、清子の娘、貞子内親王の模擬の儀では、髪を整える髪上げ役を、内侍助として担っており、政治的にも重要な役を果たすまでになりました。1026年には、手塩にかけて育てたご一条天皇の第一子、秋子内親王が生まれますが、最小の君は、産湯を使わせる役の他に、かつては智子が自ら務めたへその緒を切る役も担っています。その後も、筆頭クラスの女房として重きを成していましたが、1036年には、ご一条天皇が27歳の若さで崩御し、最小の君は、息子のように育てた主君に先立たれることとなりました。後を受けて即位した後朱雀天皇の乳母でもあったものの、最小の君は後朱雀天皇には仕えず、間もなく出家して皇宮を去ったと伝わります。ご一条天皇が生まれてから亡くなるまで仕え続けた最小の君の存在は、道長の栄華に必要不可欠だったことは間違いありません。最後までご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は、概要欄に記載しております。他にもたくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。